こちらは日本の伝統行事の一つで、送り火と呼ばれるものです。まずは迎え火というのがありまして、その火を焚くことによって、先祖の霊を、えー、こちらに呼び戻しまして、その後何日か経って、この送り火を焚くことによって、先祖をまたあの世に、まあ、送り返すというか、そういうものらしいですね。また地域によって、その由来や方式、その 意味合いっていうのが異なってくるみたいですので、この動画を見て違うじゃないかって言われても困りますので、ご了承ください。ちなみにこれは撮影のために、キュウリとナスの両方を出していますけれども、一般的には先祖の霊を呼ぶときは、早く来てほしいので、足の速い馬を形取ったキュウリにま棒を刺して、そしてそれで迎え、そして帰っていくときは、ゆっくり、 またきゅうりとナスのところにそうめんが巻いてあるのでなんか変な感じがしますけれどもこれは手綱の意味もありましてそして「細く長く幸せが続く」という意味があるらしいですけれどもこれも地域によって異なるので何とも言えませんね。 それではこれで動画は終わりますけれども、この火を焚いている部分だけ動画30秒ほど流しますので、その間に先祖のこと、亡くなった人のことを思い浮かべながらご視聴ください。それでは終わります。 YouTuber 風大和チャンネル